ちらでしょうか。注目の一戦です。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はブラジル対ポルトガル、こちらをご覧いただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ブラジル対ポルトガル、このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。ブルノ・フェルナンデスでしょうね。テクニックに関しては言うことはないですよね。彼の場合それだけじゃなくてハードワークもできるので攻守にわたって活躍できますよね。チームにとって彼の影響力というのは非常に大きいと思いますけどもね。はい、今日はどんなプレーを私たちに見せてくれるのか楽しみですね。ネイマール、ロナウジーニョからファビーニョ、ダニーロ、このボール奪いに行きます。ルベン・ネベス、ポルトガルが今日は序盤から積極的に攻め込んでいる印象。ブルーノ・フェルナンデス、ボールのがこのパス、ブルーノ・フェルナンデスからフィーゴ、ここで丁寧にボールを扱う。これ出るか、ディオゴダロト、頭で来た、ドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。惜しかったですね。はい、クロス良かったですよね。あのタイミングだとディフェンスも難しいですよね。カゼミーロから右サイド、カゼミーロからヤンマテウス、さあ左サイドへ、カゼミーロからネイマール、ネイマールからファーへ、来たー、セーダー、まだ来た、来たー、先制ブラジル。ポルトガルから先に得点を奪います。ロマーリオ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはポジショニングが良かったですよね。セカンドボールの反応はあらかじめ予想しておかないと反応できないですからね。イメージ通りだったんじゃないですかね。ブラジル先制ゴールが決まりました。1対0、先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。バビーニョ、ファビーニョへ、ファビーニョから大きくサイドチェンジ。ポルトガルとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ディオゴダロト、ディオゴダロトからフィーゴ、フィーゴからジョアン・フェリクス、フィーゴ、ブルーノ・フェルナンデス、組み立てながら攻め上がっていく。これを読んでいた、マルキーニョス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ネイマールからファビーニョ、ダニーロ、おお、これいいでしょう、抜けてくると読んでいた。ネイマールが受ける、フェリックス、ポルトガルカウンターを仕掛けていきます。スペースへ、さあ抜けた、フィーゴに渡る、ボール向かってきますよ。このボール危険です。ブルーノ・フェルナンデスへ、ジョアン・フェリクス、狙いしましたんですがヘディング決まりません。
抜けてくる。ファビーニュからロナウジーニョ、ルーベンディアス、奪い返します。ロマーリオからカフー、フェリックス、チアゴシウバ、ここは読んでいました。ロマーリオからロナウジーニョ、ロナウジーニョ、さあ左へ預けて、ネイマールからダニーロ、どうしたんでしょう。スルーパスを出す、これはタイミング合いません。ここで笛、前半が終わりました。45分間戦って1対0、ポルトガル先に得点を許したまま前半を終了しています。よく戦ってましたけど、攻守のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを出しながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。ブラジル対ポルトガル、それでは引き続きゲームをお楽しみください。ではセカンドハーフ見ていきましょう。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、ロマーリオからヤン・マテウス、柔らかいボール、これは合いませんでした。裏を狙っていきます。コースの切り替えも早いですよ。ファビーニョ、カットに行きます。カゼミーロ、ディオゴ・ダロト、ゴンサロ・ラモス、さあ左へ預けてジョアン・フェリクス、ここは間合いを取る。いいボール入りますよ。あっ、ダメだ。これはクロスバーのわずかに上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。これは先に触ります。インターセプトを狙う。アーチのようなパス。カゼミーロ。ヤン・マテウスからロナウジーニョ。さあ左サイドへ。ポルトガルはこのセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。まあ早い段階で追いつければそれに越したことはないですけどもね、この時間で 0-1 ですとまだまだどっちに転ぶか全然予想できませんからね。体を張ります。ルベン・ネベス、さあこのカウンターのチャンス最大限に生かせるか。ダニーロ、このボールに触ります。さあ左へ預けて、積極的なディフェンス。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。両チーム同じタイミングで動いてきます。ボールを奪いに行きます。インサイド上がっていく。チアゴシウバ、奪いに行きます。右サイドへ振ってカンセロ、このボールをカットします。デコ、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。期待通りって感じですよね。威圧感みたいなものを感じますよね。デコ、得意のミドルシュートでした。ドリブルで仕掛ける。
チアゴシウバ、このボールをカットします。チアゴシウバから左へ、ディトゥカ、これは合いません。ベルナルドシウバからジョタ、ディオゴダロト、カットに行きます。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。カフーからジェズス、ジェズスからロナウジーニョ、うわ展開早くなってきましたね。さあ繋がるか、さあジョタ下切り込むか、シュート下取った、ポルトガル、ジョタ移籍後初ゴール、新しい歴史の1ページを開きます。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃が命につながりますね。守備あってのかシュート、さあこぼれた、さあ打てるか、ここはすぐ奪い返します。カフーへ、ジェズス、クロス、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。裏へ届くか、勝ち越し、ポルトガル試合をひっくり返します。狙いしました、見事なシュートでした。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり自信もあるんでしょうね。さあポルトガル勝利に向けて一本抜け出しました。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。カウンターですよ、ポルトガルとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙う、ブラジルとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。ここは対応します、ルベン・ネベス、ここはドリブルで上がる、さあ右へ預けて、ビーゴからベルナルド・シウバ、自分で行く、ビーゴへ、おいい形じゃないですか。ディオゴ・ダロトが上げる、届きません。サイドラインを割ったところで長い笛、2対1ポルトガル逆転で勝利。ベルナルド・シウバ、今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり